では、いきます。マンゴーのマンゴーはですね、ヘタが、向いてる方に、あ、こちらの方ですね、こちらの方がこういうふうに種がほっこりしたお腹の方が向いてます。で、後ろこう出っ張ってますね。こちらの方はこういうケバケバの、ちょっと薄めの部分になります。まあ、サイズはいろいろなんですが、種の大きさとかちょっと厚み若干の違いはありますけども、ほとんどのマンゴーの種が指一本に収まるようになってます。大体ですね。で、こんな感じでケバケバなんですよ。先頭長いのもありますね。繊維がすごいしっかりしてます。触ってみます。なんだか楽しそうに。洗ってほっとこういうことで、こちらですね。なので、こういう形になっているというのだけは頭に入れてくださいね。で、ヘタをですね、向いてる方向必ず確認してください。で、こちらの方を鼻板の上になるように置きます。で、それからですね、先ほど言ったように種は1本分ぐらいの指の幅にあるので、大体このぐらいの幅を避けたところで刃を入れます。両方ともですね。で、これから入れますね。で、これで縦に入れます。今ですね、種に当たりました。結構よく言うのは、ここでびっくりして種がこのところにある、またもう切り直すっていうのを結構される方がいらっしゃいます。それやめてくださいね。身がボロボロになるだけなので、この時はですね、包丁を、少しひねります。外側に刃を向けるような形で少し気持ちひねっていきます。で、包丁は、力ギュッて押さえつけないでくださいね。ここが身がグズグズになるので、力は抜いててくださいね。前に後ろにってこうスライドしている間にですね、ここはちょっと倒し気味ですね。スライドしている間に、種のそばをこうやって、通り過ぎていきます。今ですね、包丁の刃に常に種が当たった状態です。わかりますかね。今これからですね、カーブ曲がります。なので身が少し開きます、開いていきます。わかりますか。こんな形では分かれていきますね。で、今半身が取れました。ここも食べる。今包丁が先に当たった部分、ここですね、当たったので、ギコギコギコってしながら今種の横を通りました。次です。反対側もいきます。で、反対側も、今度はヘタがこちらに向くようにしてください。で、この状態で、刃を入れます。今また少し当たりましたので、また、こういう感じで迂回していきます。この時はちょっと押さえる感じにしてください。で、身の周りをこういきます。後ろの方は薄く、前の方が刃が入ったところなので、この形で、これでですね、皮むきます。多分普通の芋の剥き方でいいですね。身が柔らかいので気をつけてください。この後ろの方はの刃を入れると身がこうやって削げます。この部分どうするのっていうのがよくあります。こちらはですね、お客様が切った人が権利があります。そのまましゃぶってもいいですよ。で、もしくはですね、ボウルなどにこうやって身をこそげてください。こうやってスプーン、普通のスプーンで結構です。さっき言ったように毛並みがヘタの方から下に向かって生えてますので、上から下へこうこそげる感じでやると結構きれいに取れます。で、ちょっと滑りますけども、そのまま気をつけてやってみてください。これだけで家族、多分このサイズでしたら家族3、4分くらいヨーグルトのソースになります。で、翌日美味しく混ぜていただきます。バニラアイスなんかもいいですね。ちょっとワンランクアップなアイスになります。で、じゃあこちらの身の方なんですが、さっきやって種の形でこうなってしまっています。で、これがですね、どうするか、よくパンフレットなどにあるこういうトゲトゲのやりますこれやりますね。包丁の先、このくらいを使います。刃先ですね、まずここを使います。で、手に持ってくださいね。まな板の上に置くとちょっと失敗する可能性があります。こちらはちょっと寄っていただきましょう。通路なので寄っていただきます。皮と身の間に刃先をちょいと入れます。穴開けないようにしてください。皮開けないようにしてくださいね。で、ぐるーっと回ります。身を回すような感覚でやっていただけるとよろしいかと思います。これは後で食べやすくするだけの意味が入ってます。これであるのとないので食べやすさが全然変わります。これで一周こうやって入れてください。今一周回りました。で、次ですね、
はい、カットしていきますよ。こちらの方からいきましょうか。どうかな、皮をやはり切らないように縦に縦に切っていきますね。今皮の方には当たってないです。ただ手のひらの上で切ってるので、あ、包丁通ってたなっていうのは分かります。で、横いきます。横も大体お好きな形サイズでいいですよ。小さく食べたい方はどうぞ小さく切ってください。こんな感じで、ここからです。両手で持ちます。中指と薬指でちょっと一番膨れてるところをゆっくりこういう形で押し上げてください。ゆっくりです。ここで慌てると台無しになりますね。ゆっくりいきます。ゆっくり押し上げながらひっくり返していきます。いかがでしょうか。拍手いただくところですね。ありがとうございます。こんな感じでやります。ただですね、これ食べるときに問題があります。家族何人かで食べるとなると、みんなここ食べたいですよねで、こちらがあんまり手が伸びないと思います。どういどってやったらみんなここに食べに行くと思います。なので、これは家族向きのカットの仕方ではございません。恋人同士とか、あとちょっとレストランでこんなのが出てきたっていうの時に食べるくらいですね。で、あとですね、かぶりつく、そういう時にはいいと思います。で、もしレストランでこれがデザートに出てきたら多分困ると思います。どんな時かというでしょう、かぶりつくわけにいかないし。で、さっき言った繊維の向きを考えます。上から下に繊維が通ってますので、スプーンとかデザートナイフ、デザートフォーク多分出ると思います。上から下にすくっていただければ、こちらの方ですね、こういう形で、ちょっとお上品な感じで取ることができます。上から下です。こう逆にいくと案外ここの方に身が残ったりみっともない感じになります。取りにくいです。上から下へ取ってください。どっちが上か下か分かんないという時ですね。だいたい上の方はまあまあ身が太くなっています。で、下の方鋭角になります。で、どっちがやっぱそれでもやっぱ分かんないです。そーっとひっくり返してください。だいたい色が濃い方が上で薄い方が下です。これもちょっと切って食べていただければいいと思います。上からヘタの方から普通にフォークを入れると食べやすいですね。かっこいいです。で、こんな感じですね。で、こちらの方見ていただくだけなので今食べられないといいですね。で、ではじゃあお家でどうするのっていう時、お家の時は縦にですね、いくつかにもうカットしちゃいます。先に切っちゃってください。切った上でですね、こういう三角の実と四角の実が出てきました。わかりますね。断面が四角と三角があります。三角の実は先ほどやったように刃先でいきます。刃先の方で包丁、まな板の端っこに持ってきてください。包丁を、皮とまな板を押し付ける感じで置きます。わかりますか。あとはもうマンゴーを動かしますよ。まな板を押す感じでこうやって、刃を入れていってください。スライドするだけで結構です。で、反対側行きます。で、もし身が大きい時にはここでまた真ん中ですね。はい、行きました。で、あと最後こう取るだけですね。これで綺麗に取れます。あといっぱい綺麗に取れますので、しっかり食べることができます。もう一つですね、今こう皮むきましたね。で、これちょっとしたコツなんですが、身をですね、一回パタンって倒してください。これやるのとやらないのと後でまた違います。これでやると断面が綺麗に切れます。こういう形の角があります。で、さっきやったように繊維が少し強いです。今見て分かる繊維が種の表面にちょっと残ってますね。この辺が繊維が硬いので、これを下手にこう包丁で押すとお好みがギュッと潰れることがあります。切れる前にですね。なので皮を剥いたら真ん中なので、この四角いところはこのままいきましょうね。このまま横にスライドするだけで大丈夫です。で、一回倒して切ります。これだけで潰れることもないので、美味しく全部きれいに食べることができますので、ぜひこれ参考にされてやってみてください。じゃあ説明の方は以上とさせていただきます。ありがとうございます。じゃあお味見の方をお出しします。お味見にしては大きめに切ってありますので、たくさんのお客様がいらっしゃいます。お腹いっぱい食べたらダメですよ。結構ですか。よろしくお願いしますね。お腹いっぱい分はご用意させていただいておりませんので、よろしくお願いします。はい、では、味の方でお付けくださいね。